皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモーラレです。今回はかねてより新たに分析しておりました IPO のデータについてご紹介したいと思います。まあ、きっかけはですね、前回の岸田首相のヤバさについてご紹介した動画、その中で出てきた一つ、 IPO の価格設定が安すぎる、まあ、そういった文句が出てきたわけです。まあ、これについてですね、 IPO を担当しているのが証券会社となりますので、まあ、当然何をいきなり言ってるんやということになりますけれども、まあ、怒り心頭ながらもまずは分析をしていこうということで、インコのように周りの言っていることをただ伝達しているだけの首相とは違って、まあ、一旦分析して自分たちで考えようということですね。ということで、分析してきた新入君、早速かしこまりましたということで紹介してもらいましょう。まあ、まずはですね、どんなデータを分析しているかということで、まあ、IPO の状況はと書いてますけれども、2011年から約900社の新規上場のデータを対象としております。10年間新規上場した会社数ですけれども、まあ、だんだんと増えていっている。2021年にはこの10年で最高の126社が上場したということになっています。現時点ではこちらの10年間の上場データを使用して分析しております。今回の動画については、何個か前に挙げたマザーズ市場の動画についてですね、この時に視聴者の皆さんに分析してほしい内容があればコメントでいただければというふうに募集いたしました。いくつかですね、コメントで質問いただきありがとうございます。今回はまずその中からお一人いただいた質問を分析しましたので、まあ、早速どういった内容の質問いただいたかと言いますと、主幹事と値動きの関連性についてですね。まずは前提知識として、 IPO とはどういった経緯で行われているかというのをざっくりまとめたいと思います。まあ、世の中にはたくさん上場していない、会社を起こしてすぐの成長期にあるような企業があります。まあ、そういった小さな企業がですね、もっともっと大きくなりたいということで成長資金を集めたいな、まあ、そう思った時にですね、一つの手段として挙げられるのが株式を上場してお金を手に入れるというやり方ですね。新たに株式を発行して上場するわけですけれども、いきなり東京証券取引所で取引されているわけではなくてですね、一番最初、 IPO の I というのはイニシャル、一番最初という意味ですけれども、最初はですね、証券会社たちが一生懸命この株式をですね、買ってくれる人を探しに行くわけですね。皆さんの中でもご経験ある方いらっしゃるかもしれないんですが、証券会社からですね、今度上場するなんちゃら会社の株券、よかったら買いませんかというような勧誘を受けたことがあるかもしれません。そしてこの証券会社たちが一生懸命この株式を買ってくれるお客さんですね、この時に一株あたりいくらで売るか、その値段をですね、公募価格と言います。そしてこの時、株式を一生懸命売りに探す証券会社一社とは限らずですね、いくつかの証券会社が同じ会社のお客さんのところに回って売っているわけですけれども、まあ、そのいくつかの証券会社の中でも一番多くの株数を担当するリーダーのようなところ、この証券会社のことを主幹事の証券会社というふうに言います。まあ、ですので上場する会社によって主幹事になる証券会社が野村証券であったり、大和証券、はたまた SBI 証券、そういったところがありますけれども、まあ、企業によってその主幹事になる証券会社というのは別々なわけですね。まあ、そして無事証券会社がこの企業の株式を売ることができれば、企業はこの公募価格をもって資金を集めることができます。ただその株式はですね、その後上場ということで東京証券取引所の方に、皆さんがいつも自由に売買しているマーケットに移されていくわけですけれども、まあ、この時に上場する値段ですね、一番最初につく値段のことを初値と言います。今回はですね、この主幹事になっている証券会社と上場後の初値の動き、この特徴について見ていきたいと思います。それでは早速具体的な IPO による利益の獲得、これが可能になっているかというのを見ていきたいと思います。まずは先ほどご説明したそれぞれの値段ですね、公募価格と初値、この関係性で初値の方が高い値段、つまり公募価格で買って上場直後に売る、これによって利益が出る企業数ですね。まあ、こちら企業数と間違えて書いてしまっていますけれども、正確には勝率というふうに計算しています。まあ、2011年だけ 51% となっていますけれども、まあ、それ以外は 70% 後半から 80%、2013年には 96% ということで、新たに上場する企業の銘柄に公募で応募しておいて、もし当たった時に買ってしまえば、東京証券取引所に上場した瞬間に売ったら、80% 以上は利益が出そうという結果となっています。それではですね、どれぐらい利益が出そうなのか、初値割る公募価格というのを平均してみたいと思います。
います。まあ、上下関係だけで言いますと、初値の方が高い値段がつくということは、例えば1000円の公募価格で1001円の初値だったとしても、勝ちは勝ち。まあ、そういった集計になっているわけですね。まあ、ただ、1000円投資して1円のリターンというのは、割に合わないというか、手数料払ったらマイナスになりそうなので、実際何パーセント獲得できるのかという計算ですね。まあ、これ平均してみますと、結構な割合となっていまして、先ほど勝率が 50% と唯一低かった2011年、ここでは平均するとプラスの 19% ということで、例えば公募価格1000円で銘柄を買うと平均で1193円ということですね。まあ、年によっては 100% 近い数字が出ているところ、まあ、つまり1000円の公募価格で初値が2000円と、平均で倍の初値がつくような年も見受けられますけれども、まあ、やはり一番飛び抜けている年、2020年ですね。この 128.6% の騰落率。まあ、要するに公募価格で買った値段、これで上場した瞬間に倍以上の株価がつく。まあ、これは平均でこの数字となっていますので、まあ、下手したらですね、買った価格の2倍どころか3倍、さらには10倍、そういった値段で売れる銘柄もあるわけです。まあ、これを見るとですね、前回の岸田首相の動画でご紹介したように IPO の価格、これは公募価格のことですけれども、これが安すぎるというのは、まあ、本当なのかなと一瞬思うわけです、まあ、例えば1000円で公募価格出して3倍3000円で初値がつくと2000円は投資家の利益に入るわけですから、まあ、本来であれば公募価格1000円ではなくて2000円とかもうちょっと高い値段で証券会社が株式を売ってもそれなりに需要があったんではないか、株式を発行した企業にはその分大きな資金が集められたのではないかという話ですね。まあ、ただ昨年2021年の数字を見ていただきますと、いきなり 55.7% と、まあ、過去10年でも2012年以来の平均騰落率低い数字となっていまして、まあ、この初値上場する時の最初の値段、これに限らず公募価格も含めてなんですけれども、相場の影響をかなり受けますので、まあ、コロナ以降ですね、不安定な相場、続いている局面での上場、この時は値段が下がりがちになります。ただその IPO の公募価格が安すぎると言って、企業のためにもっともっとお金を集めてこいと証券会社に言ってですね、公募価格の値段を2倍、3倍引き上げていくとですね、今度その企業の株式を買いたいと思う投資家がいなくなってくるわけです。まあ、そうするとですね、この株式どうなるかと言いますと、証券会社がそのまま引き受けてしまう。まあ、売れ残って在庫が余るということですね。まあ、そんなことになってしまうと、まあ、証券会社担当は当然怒られますが、このいらない株式どうするかと言いますと、上場した瞬間にバンバン売っていくわけですね。まあ、そうすると、まあ、今度は公募価格2000円だとすると、そういった事態になった場合は、上場した瞬間に1000円がついて、さらに証券会社がボン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 在庫の余りを吐き出す。そうすると500円、400円と下がっていった時に、公募価格の2000円で買った個人投資家がいるとしますと、まあ、どうなりますか。まあ、株価は岸田の思惑通りどんどん下がっていくわけですけれども、我々個人投資家、もしこの新しい銘柄公募価格で買ってしまった場合ですね、焼け死ぬわけです。それでは前置きが長くなってしまいましたけれども、ご質問いただいた証券会社別のデータを見ていきたいと思います。まずはですね、先ほど主幹事を担当する証券会社が上場する会社によって違うと申し上げましたけれども、まあ、主幹事どこの証券会社にお願いする割合が高いかというのをまとめてみました。割合見てみますと、野村 26%、 大和 18%、 みずほ 17%、 SMBC 日興が 15% と、そしてですね、最近ネット証券話題になっていますけれども、その主力となっている SBI が 11% となっています。まあ、このデータ見ていただきますと、過去10年間で IPO で主幹事に頼む案件数、最も多いのは野村証券なんですけれども、じゃあもし IPO 抽選に申し込んで公募で新しい銘柄を買いたいと思った場合に、野村証券に口座を開いて設定すればいいのかと言いますと、単純にそういうわけではありません。とある新規上場銘柄の証券会社別の担当株数を見てみますと、この時の主幹事 SBI 証券と一番上なっていますけれども、こちら割当率見ていただきますと、主幹事の SBI 証券が 91.25% と、上場するほとんどの株式を SBI に頼んでいます。まあ、そうするとですね、この比率なんですけれども、どれぐらいの株数になるかと見てみますと、こちらの数字ですね、主幹事だけが56万株担当して、その次に多いみずほ、三菱 UFJ は1万3400株と、まあ、とっても少ない数字になるわけです。まあ、ここまで極端な数字になる銘柄ばかりではないわけですけれども、まあ、主幹事が最も多くなるというのは
どの銘柄にも当てはまることだということですね。上場するときの単元株、日本では100株となっていますので、まあ、例えば主幹事の56万1200株というのは5612のあたりがあるということになります。ですので、みずほ証券13400株ということは、あたりが134ということですね。ですので、この新しい銘柄買いたいと申し込んで、当たる確率が最も高くなりそうなのは SBI 主幹事なわけです。さて、もう一つ右側に数字並んでいますけれども、完全抽選本数という数字ですね。この当選本数と完全抽選本数、この2つの差が、先ほど1つ前のスライドで申し上げた、単純に野村証券が主幹事担当しているのが多いから、口座開いて申し込めばいいというわけではない、そう申し上げた理由となります。例えばですね、一番上の SBI 証券5612のあたりがあるんですけれども、2525と出ています。まあ、つまり3000ちょっとはですね、抽選に入れないわけですね。その次、みずほや三菱 UFJ は134のあたり担当するうちの抽選で入れるあたりは13枚ということで、121のあたりは抽選から除外しているわけです。まあ、逆にですね、中ほどマネックスであったり松井証券担当する株数それぞれ5400ということで54のあたりがあるわけですけれども、そのうちですね、申し込んできた投資家に抽選で割り当てる数が5437とですね、比較的多くのあたりを抽選に入れているわけです。マネックス証券に至っては全てを抽選するわけですね。逆にその下2つ、暁証券や極東証券、2700株27のあたりを担当しているにもかかわらず、抽選する枚数0ということで、もう抽選しないということですね。まあ、つまり暁証券、極東証券に口座を持っていて、この新規上場銘柄を買いたいと言っても抽選してくれない以上買うことができないわけです。それではなぜ全ての株数を抽選に回すマネックス証券以外の証券会社たち、多くの株数を抽選に回さず残している、その理由は何なんでしょうか。それはですね、証券会社のお得意様の顧客、大金持ちたちですね。証券会社で大金を動かしている大金持ちたち、この人たちに優先的に売ってあげるために確保している、がめているわけですね。そして一般の個人投資家、 IPO する銘柄を買いたいとなった場合は、一番右側の抽選に回ってくるおこぼれの枚数、これに申し込むことしかできないわけです。まあ、そうするとですね、この2列のデータ見ていただいたら、比率取った時に分かりやすいかと思いますけれども、 SBI 証券およびマネックス証券、松井証券、ネット中心にやっている証券会社はですね、抽選に比較的多く回ってくるんですけれども、みずほ証券、三菱 UFJ、まあ、はたまた他の銘柄ではですね、野村証券、大和証券、そういったところの対人でビジネスを行っているような証券会社ですね、こういったところはほとんどの担当株数をがめているわけです。すみません、いつになったら先ほどのいただいた質問に答えるんやとお叱りを受けそうなんですけれども、まあ、この主幹事の特徴を知っておいていただいた上でですね、ようやくお答えするわけですけれども、主幹事の証券会社別初値で勝てる率、まず最初にご紹介するデータはですね、公募価格で買って初値で売った時に利益が出る率、これを証券会社別で見たものです。先ほど案件数のランキング上位5社、これで見ていただきますと、まずはですね、野村が 83%、 次に大和が 79%、 みずほ 80%、 日興 77%、 SBI 証券だけ 94% と、ネット証券のトップですね、 SBI 証券が主幹事として出す IPO 銘柄、これについては 94.6% の確率で初値が公募価格を上回る結果となりました。まあ、つまりですね、先ほどご紹介した内容、証券会社がお得意様にどれぐらい頑張っているかという話と、この勝率というのを考えるとですね、証券会社のお得意様、大口顧客の方以外はですね、IPO の口座 SBI に開いておけば、それなりの株数が抽選に回ってきて、さらに主幹事となっている銘柄で買うことができた場合は、94.6% で利益が出るということになります。それではどれぐらいの利益が出るんだと、平均の値動き見ていただきますと、まあ、これ証券会社別にですね、初値割る公募価格で騰落率見たものですが、これについても先ほどのランキング5社で見ていきますと、まずは野村証券 68%、 大和が 81%、 みずほは 91%、 日興 99%、 SBI は 128%、 まあ、面白いですね、段階的に増えていってるわけですけれども、 SBI 証券 128%、 つまり
公募価格1000円の銘柄だと2280円、これが平均的に初値となるということで倍以上の利益ですね。まあ、このデータ見ていただいた方ですね、おお、もう SBI 以外に口座開く意味ないやんと思う方いらっしゃるかもしれません。まあ、SBI かなり有力ではありますけれども、まあ、そこだけでいいという話ではないんですね。どれぐらいの規模の上場を担当しているか、まあ、つまりですね、成長資金が欲しいなと思って上場する企業、どういう規模の企業を担当しているかというのをご覧いただきたいと思います。まあ、これについてはかなり証券会社によってですね差が出るわけですけれども、まあ、単独で主幹事をやった案件だけを抽出してですね、その銘柄がどれぐらい資金調達を行っているか、それぞれ証券会社別に見ていただきますと、野村68億、大和35億、一方でみずほや日興150億180億とかなり大きくなって、ネット証券 SBI は20億程度、まあ、こういった平均の資金調達額になっているわけです。まあ、上位4社の対人ビジネスを行っている証券会社ですね、野村大和の組とみずほ日興の組に分かれていますね。まあ、つまり野村証券、大和証券、 IPO の案件の代償に関わらず、なるべくたくさんの数案件をこなしたいということで、まあ、比較的見境なくですね、上場したいと思っている会社であればうちにお願いしますというような形で IPO を担当するわけです。一方でですね、みずほや日興というのはちっちゃい企業の担当はしないよ、まあ、そういった形の殿様商売なわけですね。まあ、そして最後 SBI 証券、これに関してはネット証券に主幹事を頼む、つまり大手の証券会社にですね IPO を頼めるような、まあ、うちはまだそこまで大きな会社じゃないよと、でも上場はしたいというような企業がですね、ネット証券に多く上場の担当をお願いしているといったような実態かと思います。まあ、そうするとですね、ここまでお話しした内容すべてを踏まえてお気づきの方も多いかと思いますけれども、あんまり安い公募価格で小さい企業の IPO を担当すると、まあ、一番わかりやすいのは SBI ですね。 IPO の公募価格が安すぎると言っているやからいますけれども、小さい会社の上場をですね高い公募価格で設定してしまって、もし上場するまでに相場が荒れた時にその銘柄の買い手がつかなかった場合ですね、不足して証券会社の中に株式が余ってしまった場合ですね、これ一番リスクになるわけです。まあ、そうするとですね、小さい企業 IPO する時にはある程度保守的に公募価格を設定しなければなりません。まあ、その代わりですね、うまく上場できた際には初値が高めにつきやすい。まあ、そうするとですね、 SBI 証券の案件というのは勝率が高くなったり平均の騰落率が高くなったりするわけです。まあ、逆にですね、みずほであったり SMBC 日興のようにですね大きな案件しか担当しない、まあ、こういったところに口座を持ってないと、例えば東証一部にいきなり上場するような大企業、最近で言いますと佐川急便であったり JR 九州などですね、まあ、そういったでかい銘柄をですね IPO で買いたいとなるときは、上位4社の対人ビジネスを行っているような証券会社にも口座を持たないと買えないわけです。まあ、ということでですね、案件数を重視する野村大和と殿様商売のみずほ日興に分かれたということで、上司ふざけてですね、みずほ SMBC 日興って不祥事組などと言っています。まあ、最近の印象だけで言いますと、そういう風にくくることもできるのかもしれません。まあ、ただですね、証券会社なんて遡ればどこも不祥事組ではということで、まああまり余計な話はやめておきましょう。ということでですね、新入り君、久しぶりに家帰ってですね、IPO に申し込んでみようかなと思うわけですけれども、まあ、先ほど見ていただいたように、ほとんどの証券会社では、大口顧客のために株式をがめているので、なかなか抽選に回ってこないんですね。IPO ってなかなか当たらんのよね。まあ、ということで、IPO の分析シリーズ、今後もいただいた質問にお答えしながら続編出そうと思うわけですが、まずはですね、IPO の外観、担当する証券会社の特徴、そういったところをご覧いただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。